こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。多田翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、戦略についてです。戦略家が気をつけるべき5つについてご紹介をして、戦略についてどう作っていけばいいのかを掘り下げて、皆さんと一緒に考えていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは戦略家が気をつけるべき5つのことについてです。この本はある本に書かれていた内容からご紹介をしています。である本というのは大前健一さんの本で、企業参謀です。サブタイトルが戦略的思考とは何かです。この企業参謀という本、皆さん読んだことはあるでしょうか。大前健一さんの本で、ある意味最も有名な一冊と言ってもいいかもしれないです。企業参謀です。で、この本の中にですね、戦略的思考家、戦略家が気をつけるべき5つのことというのが参謀誤解という名称で紹介されていて、これがすごく興味深かったです。で、まずざっと参謀誤解ですね、戦略家が気をつけるべき5つのことをご紹介して、その後にそれぞれについて少し掘り下げて、補足をしていきます。1つ目、What if を常に考えておく。2つ目、戦略への完璧主義を捨てる。3つ目が KFS、成功の鍵ですね。KFS を徹底的に追求する。4つ目、制約条件に制約されない。5つ目、分析を怠らない。では順番にそれぞれについてもう少し見ていきましょう。はい。で、ここからはですね、戦略誤解についての、私がこう思ったことも含めてですね、どんな内容だったのかについても、見ていきましょう。1つ目、戦略家が気をつけるべき1つ目のことは What if を常に考えておくです。で、 What if を常に考える、 What if を考えるとはどういうことでしょうか。で、これはもし何々ならばどうなるかといった仮定の質問になるんです。具体的にはそうですね、もし状況がこういうふうに変わってしまえばどのようになるだろうか、自分たちはどう反応するべきか、どう行動するかというのを常にこう想定しておくんですね。で、もしこうなればこうなるという状況が変われば打ち手はこうなる、大体案を探るための問いになります。戦略とは目的を達成するために何をやるか何をやらないかなので、なるべくこう打ち手、こういう状況であればこう、これが変わればこうといったように打ち手を持っておくことが大切なんですけれども、それにつながる問いというのがこの What if です。はい。戦略家が気をつけるべきことの2つ目は戦略への完璧主義を捨てようです。で、ここから私が思った何に示唆があるかなというのは、戦略の実行のタイミングなんだと思うんですね。で、判断をする、何かを実行するタイミングというのは遅すぎてはいけません。もちろん早すぎても良くないんですけれども、こう適切なタイミングで、ここだと思えればその機会を逃さずに果敢に決断をして実行すべきなんです。で、戦略への完璧主義が捨てると言っているのは、戦略をこう作ることに、注力してしまって完成度を上げてしまうその時に時間を使いすぎることによって戦略を実行する機会を遅らせてしまってしないかという問いかけだと思うんですね。で、ここが戦略への完璧主義を捨てるにつながります。で、物事を決めるには今勇気がいります。少し足りないなと思う時にえいと決めて戦略を実行していく、この時に完璧主義を捨てるという意識を持っておくといいのではないかと考えました。はい。3つ目の戦略家が気をつけるべきことというのは、KFS を徹底的に追求するです。皆さんは KFS という言葉、ご存知、馴染みがあるでしょうか。KFS は Key Factors for Success の略で、日本語に言うと成功の鍵とか、主要な成功ポイントになります。で、物事にはですね、結果に影響を与える主要因というのがいくつか存在して、その中に成功するために最も不可欠なもの、これは欠かせないと、いったもの、これが KFS になります。で、 KFS をじゃあ追求するとは具体的にどういうことなんでしょうか。例えばですね、自分たちのビジネス領域、参入市場において何がポイントなのか、何が勝ち筋なのかというのを見極めていきます。あるいは自分たちが KFS として何を持っているか、何をできているかというリソースとか自分たちのオペレーションの観点から KFS を見ていきます。その中で自分たちにしかない自分たち独自の KFS は何か、これがもし発揮できて、かつその市場での勝ち筋であれば、
競合他社と比較優位、競争優位を築くことができます。したがってこういった観点で KFS は何かというのを常に追求する姿勢、これが求められるのが戦略家において求められることです。はい、で4つ目の気をつけるべきことを見ていきましょう。制約条件に制約されないです。制約条件、何かしら物事には必ず前提があって、そこには制約が課されます。で、問題解決のために、目的を達成するために戦略を作って実行していくんですけれども、その時に制約条件を一旦外してみるという考え方が大事だなというふうに私は思いました。一つ目のポイントであった What if を考えるにもつながります。例えば現状で何が制約条件になっているのか、もしなかったとしたら、 What if という質問、なかったとしたらどうなるかを考えていく。あるいはこう未来の理想からあるべき姿を考えた時に、その理想を拒んでいるハードルとなっている、ボトルネックとなっているものはどんな制約があるのか、こうした制約を所要として、あらかじめ与えられたものとして前提として見過ごしてしまうのか、制約条件すら取り外せないかという思考をする。これが戦略家に求められること、4つ目かなというふうに思いました。はい、では最後5つ目ですね。分析を怠らないです。で、この本に書かれていて、まあ、そうだよなと思っているのは、日頃から分析力とか概念を作り出す力を意識的に強化する、まあ、そのためのスターティングポイントとして、まずは現状把握をする。ここには必ず分析という要素が、入ってきます。で、戦略を作る上でまず大事なのは正確な現状把握なんですね。まあ、広くそして深く現状を把握して現実を直視する。時にはそこには不都合な真実も含まれているでしょう。そうした不都合な真実を蓋にする、目をそらすのではなくて、しっかりと向き合う、至らなかったことはしっかりと反省する、こうした強烈な反省も含めた、現状を直視する、そこからそれをベースに戦略を作っていく。このためには分析というのは欠かせない。分析を怠らない、日頃から分析をやっておくというのが戦略家に求められる5つ目のポイントになります。はい、今回は三謀五戒というもの、企業参謀という大前健一さんの方に書かれていた戦略家が気をつけるべき、やっておく、意識しておくべきこと5つをご紹介しました。最後にまとめとして5つもう一度言っておきます。1つ目、 What if を常に考える。2つ目が戦略への完璧主義を捨てる。3つ目、 KFS 成功の鍵を徹底的に追求しよう。3つ目は制約条件を外してみる。5つ目、分析を怠らない。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録フォローをよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。